私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。嵐はなぜ堤幸彦監督と相性がいいのか、初のライブ映画嵐 5×20 フィルムで感じた親和性。嵐にとって初のライブ映画嵐アニバーサリーツアー 5×20 フィルムレコードオブメモリーズ、以下嵐 5×20 フィルム、が11月3日にドルビーシネマ限定で先行公開、11月26日より全国公開される。同作は2019年12月23日、映画を撮影するために東京ドームで行われたシューティング、ライブを収めたもの。あらゆる場所に仕掛けられた125台のカメラで、嵐のメンバーである相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智、櫻井翔の姿はもちろんのこと、観客の反応など会場にいるすべての人の表情や仕草を撮影。息遣いが伝わってくる内容となっている。そんな嵐 5×20 フィルムのポイントの一つは、堤幸彦監督がメガホンを取ったこと。2002年公開の嵐の主演映画ピカンチライフイズハードだけどハッピー、2004年公開の続編ピカンチライフイズハードだからハッピーを手掛けたことでも知られる堤監督。今回の嵐 5×20 フィルムを鑑賞すると、嵐と堤監督は相性が抜群であると改めて思える。松本潤の汗、全員の指先などドアップで大胆撮影。堤作品の大きな特徴は、被写体の顔をドアップで大胆に写す点である。代表作トリックシリーズでは、仲間由紀恵演じる山田直子が決めポーズを見せたり、動揺したり、コロコロと変わる表情をクローズアップで捉えた。その顔の変化で物語にテンポ感を生み出していた。同じく監督作継続シリーズでは、1999年放送の第1話死者からの電話の開始1分で早くも主演、中谷美紀の顔に大接近。物語が示そうとしている機械さを表現した。嵐 5×20 フィルムでも、ライブ映像の幕開けはメンバーの顔からだ。ゴンドラで降りてくる5人。ドローンなのか、それとも手持ちカメラなのかは判別がつかないが、斜めの角度から松本の顔をドアップで映す。そして彼がカメラに目線を配ってから、パフォーマンスが始まる。メンバーと極めて近い距離感からスタートを切るやり方は、堤作品の真骨頂である。堤監督の書籍堤、2002年角川書店、には、2001年制作のグリコムースカプリコの CM の絵コンテが掲載されている。この絵コンテにも、ドアップという表記で主演、窪塚洋介に近づいて撮るように指示を飛ばしている。同書では、堤監督の得意のアップ多用画面が、食品の美味しさを強調するのにぴったりと明記。被写体の魅力を際立たせるためにアップを多用したのだ。さらに同課内のインタビューで、堤監督はドアップが好きと語っている。何億円かけたセットより目と口のアップがセット口からあるんですよ。基本的に人間を見せるものであれば、一番愛すべきものも怖いものも人間の顔。本当にピクッとした人間の眉や口や口のわしがどんなものよりも明快な主張を持つんですと、クローズアップを好む理由を口にした。さらにこのインタビューではかなり重要な話があった。ドラマや映画で被写体によって撮ることについてライブ撮影に近いかな。ライブは夜から。歌っているアーティストの汗まみれな姿。ギターの弦とか、それを弾く指先のアップとか、靴のアップとか。これは顔に限ったことではないですがと明かしているのだ。実はこのコメントは嵐 5×20 フィルムにもつながっている。演奏曲言葉よりも大切なものの場面では松本の首筋に光る汗を取り、Find the Answer では指先や靴のつま先を鮮明に映して5人の息がぴったりと合っている様に気づかせるのだ。前述の言葉を表した場面が、今回のライブ映画にまさに登場する。あと、やはり嵐はクローズアップがよく似合う。インドー一新監督の映画黄色い涙、2007年、でも5人の顔の近距離描写が出てくる。そこからはキャラクターの心の機微を受け取ることもできるし、何よりも男性アイドルとしての美しさや清潔さが感じられる。嵐は画面いっぱいに映しても成り立つ美貌の持ち主であり、作り手として寄って撮りたいと衝動に駆られるのではないか。
相葉雅紀がピカンチで感じたテンポの良さ。嵐 5×20 フィルムは、嵐のメンバーの一挙手一投足を余すことなく捉えている。ジジイ孫コンビ、大野と松本が恋人つなぎで手を握る様子。桜葉コンビ、桜井と相葉のじゃれ合い。大宮 SKA コンビ、大野と二宮が自分たちの着ているシャツでおどける光景。呼吸の仕方から緊張が伝わってくる桜井のピアノソロ。とにかく映像作品として贅沢だ。カメラが125台ということで、記録映像量は膨大だったはず。その中から厳選したわけだが、あれも入れたい、これも入れたいと迷いがあったと想像できる。もちろん、ファンとしてはできるだけ多くの映像が見たい。そこで活かされたのが、堤監督の持ち味であるワンカットの切り替わりの速さである。スピーディーに映像を編集、構成することで、ワンカットでも多く、メンバーの姿が収録されることになった。堤監督特有のスピード感あふれる映像の効果として、前編がハイライトと思える内容になった。書籍ピカンチ A to Z 嵐のピカンチダブルな日々、2004年角川書店、で、相葉はピカンチについて単純に笑えるシーンが多くて楽しかった。とにかく面白いなって。それから、テンポの良さにびっくりした。山場もいっぱいあるしという感想を持った。確かに堤作品はいずれもボリュームを感じる。それは嵐 5×20 フィルムも同様だ。素早い編集でワンカットを短くした分、作品の中に入れ込みめる映像数が増え、そのおかげで5人のより多彩な姿が楽しめるようになっている。だから148分の上映時間があっという間ながら、全部が山場と思える満腹感がある。嵐と堤監督と東京の関係り性。嵐 5×20 フィルムで印象に残るのはファンの歓声だ。前編にわたって、まさに嵐のような声援が巻き起こる。同映画のオープニングでは世界の主要都市が映し出され、東京を発信地として、熱狂的な声が世界各地に響き渡っているかのような演出がなされている。またライブ中、メンバーは何度も東京と叫ぶ。映像演出で東京駅が出てくる場面もある。嵐にとって東京はキーワードだった。1999年世界中に嵐を巻き起こすという夢を掲げて始まった5人のストーリー。2020年をもって活動休止と発表された時、休止前の大仕事として2020年東京オリンピック・パラリンピックが挙げられていた。 NHK 東京2020オリンピック・パラリンピック放送でナビゲーターも決まっていたが、新型コロナの影響により2021年に開催が延期したことで、嵐と世界が東京で結びつく瞬間は幻となった。振り返れば2008年、初めて旧国立競技場でコンサート、嵐アラウンドアジア2008 in 東京を行った際、1964年の東京オリンピックをオマージュして聖火台に火を火した。以降は、6年連続で旧国立競技場公演を実現。2010年には4日連続公演を開催するなど、旧国立競技場で最も多く単独公演を開いたアーティストとしてその名を刻んだ。嵐にとって国立競技場は特別な場所だった。そして2013年、東京でのオリンピック・パラリンピック開催が正式決定。世界を席巻するため結成され、日本を代表するアーティストになっていた嵐の見据える先の一つには、きっと2020年東京があったはず。書籍嵐という生き方1999年、2020年までの軌跡、2019年辰巳出版、では、櫻井翔が日本テレビ系で2008年北京から2018年平昌までオリンピックの司会を担当していたことから、NHK との間で争奪戦になった裏話を挙げ、最終的には櫻井自身が、自分はメンバーと一緒に司会をしたい。ということで嵐として NHK 出演が決まったのですとのテレビ関係者の証言を記している。このエピソードからも、嵐というグループにとって東京五輪の存在がいかに大きかったかがうかがえる。2020年9月にリリースされた楽曲「Hoen Never You Call」のミュージックビデオでも、冒頭とエンディングは東京の街を映し出している。そういう意味で東京の街の空撮り場面からスタートする嵐 5×20 フィルムは、
嵐の世界見とマッチしている気がした。そして嵐 5×20 フィルムの冒頭シーンを見て思い出したことがあった。堤監督の人気作スペック警視庁公安部公安第5課未詳事件特別対策係事件簿シリーズも2010年10月放送の第1話が東京上空から街を見下ろす形で始まるのだ。堤監督は永瀬智也主演のドラマ池袋ウエストゲートパーク2000年でも東京のストリートに生きる若者たちとそのカルチャーを喝写し、映画20世紀少年三部作2008年2009年では万博開催などをモチーフにしながら現代東京の崩壊を描いた。映画マイハウス2012年は坂口恭平の東京霊窓かハウス霊遠征かつ2008年川出処房を原作としている。2021年には東京の芸術都市としての魅力を伝えるプロジェクト東京東京フェスティバルに参加し、伊豆大島という場所から東京の側面を見せるトリニティも制作。堤監督は書籍堤の音楽評論家萩原健太との対談の中で、東京について悩める子がうぞうむぞうとして溢れているという状況も含め、とにかく東京へ行かねばっていう思いだったんですと三重県から上京した経緯を語り、さらに東京には壊れゆくものがあると思ってましたね。何かがパワーとしてあるのではなく、パワーが分散して壊れていくものがそこにある、そこにいたいと思ったんですねと東京に引きつけられたのだという。それから東京は堤監督の作品にとって切り離せないものとなった。嵐 5×20 フィルムで東京がキーワードになっている理由は、嵐と堤監督の親和性の高さから来ているのではないか。大野智5人集まっての仕事はずっとやっていきたい。嵐 5×20 フィルムを見終わって、書籍ピカンチ A2Z の中の大野智氏のコメントを思い出した。嵐としては、こうやって5人集まっての仕事はずっとやっていきたいね。芝居でも、映画でも、こんな感じでやっていきたい。ライブもどんどんやっていきたい。みんなで一緒に成長したいなって思う。嵐 5×20 フィルムで撮影されたコンサートには、5人のこれまでの歩みもわかる演出が多数ある。5人が変わったところ、全く変わっていないところが伝わってくる。一つ言えることは、相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智、櫻井翔、この5人が揃ったからこそ最高のグループになったのだ。活動休止中の嵐だけど、5人の物語の続きが早く見たい。世界中に響き渡って鳴り止まない嵐のような歓声を聞いて、そんな欲がかきたてられた。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。